張四園は、中華民国の革命家。字はこと、豪和国府。中国共産党の早期指導者の一つ。第5回中国共産党中央委員会委員。中国共産党員として活動したが、国民政府に捕らえられて殺害された。1901年4月13日、四川省有用直霊修流丹鎮で生まれる。4歳で私塾に入り、 日本公文学院を卒業した、陳徳元都市仙大学の卒業生、李玉根に指示します。1914年、劉丹鎮高級上学を卒業。1915年、張与園は、北京高等支配学校付属中学に入学し、陳独習主催の新青年の影響を受けて、新文化運動に参加し、李大将などと知り合いになりました。1919年、 張予園は、李大将の紹介で、中国少年学会に加入し、54運動に参加し、学生会幹事長に就任した。1920年5月、54愛国運動の影響で、張予園はフランスに働きに行った。1921年春、張予園は、蝶サルフ、周恩来などと、旅法共産主義小燥を設立し、中国共産党に加入した。 1922年、張予園と、周恩来などは、中国少年共産党を創立し、中国共産党中央執行委員会書記を担当し、その後また、中国共産党旅オ総支部委員と、中国共産党フランス組書記を担当した。1923年、張予園と、陳信とし、大若比などは青年たちを連れて、 モスクワ東方労働者共産主義大学に勉強に行きました。1924年、李大将の要求に応じて、朝陽園は帰国して仕事をした。中国共産党北京地方執行委員会委員長、中国共産党北方区、執行委員会宣伝部部長兼社員、運動委員会主任を歴任した。1925年、5.30事件が発生し、 長与園の指導と組織飛行、急行、上海人民の闘争を応援し、天津日商社上工人大飛行、海蘭後高校人大飛行、天津会員大飛行、超各省高校人大飛行が発生した。1926年3月、長与園は、関東省広州市で開催された第3回全国労働代表大会に出席した。 1927年3月21日、張与園は上海市と州恩来に派遣されて、上海第三回労働者武装放棄を指導して、国民革命軍の北伐に協力します。1927年の上海クーデター後、張与園は上海市に残して、中国共産党の地下活動に従事した。1927年5月、張与縁は、 湖北省武漢市で開催された中国共産党第5回全国代表大会に出席し、中央委員に選出されました。以後、中国共産党チャンス省委員会常務委員、初期代行、上海総工会委員長を歴任した。1927年7月2日の夜、国民党の警察は、裏切りの省委員会秘書長の供述に基づいて、 高校北市線路市安号109号の住所で、蝶予園を逮捕した。7月19日、蝶予園は、上海市風林橋、小湖警備司令部軍法所の形状で、処刑されました。2009年9月、蝶予園は、中国共産党中央宣伝部、中国共産党中央組織部など11部門に、100位ため、新中国成立作出都市貢献的。 英雄も反人物に選出された。ありがとうございます。